皆さんこんにちは。今回は、カズハが復刻したので、螺旋で活躍中のカズハの編成を紹介します。それでは、1個目の編成から。はい、今回の螺旋で人気の高い凍結編成です。綾香の購買率の元素爆発を、効率よく全部ヒットさせる編成だな。水付着はココミのクラゲによる2秒に1度、これにより凍結時間が安定しやすくなったんだよね。一方で、12、3の凍結耐性持ちの生害たちは、この付着頻度だと、悪い乱数を引くとどっか行ってしまうので注意だね。それでも、適正度は他の編成よりだいぶ高い気はするね。カズハを入れてるので、少々強引に引っ張れるしね。編成についてですが、テンプレはアヤカ、カズハ、神格、ココミの4名。神格の代打は、ロサリア、ココミの代打はモナ。編成単位だと、神格とココミの枠をモナとディオナにする編成もあります。凍結が効きづらい生涯や、そもそも凍結しないボスが相手の場合、ディオナモナ編成は、耐久面と火力面を両方カバーできます。特に中段耐性がつけられるので、特にマグー3体とかの場合は、無課金美課金レベルなら、猫入り編成だと安定してタイムを伸ばしやすかったな。まあ、あいつら氷攻撃するからココミのスキルで自分を氷させることもあるので、局所的にはあっちの方がおすすめしやすかったりしますね。ただ、特に理由がない場合はこの編成で破壊しましょう。続いてタルタリア蒸発編成です。こちらはタルタリアが水付着をしつつ、シャンリンで火力を出すイニシエの編成だな。個人的には後半で使うことをおすすめします。前半でも問題ないとは思います。どちらで使ってもそれなりに自己要素があるので、結構クロート向け編成でしょうか。被弾すればするほど、大きくダメージ下がるからね。理論値出すなら殴り続けることが大事ではあるけど、かわすことも重要な編成だね。ちなみに後半の攻略の鍵はカズハです。うまくカズハの爆発で水アビスへ。氷アビスの拡散ダメージを当てることが大事。はい、ここでちょうど敵がすべてシールド状態になりました。カズハやタルタリアで敵が3体固まって変身するのが理想です。ここで、カズハのスキルでゴリッと水アビスが削れます。水さえ倒せば適当にベネットやシャンリンで殴り続ければ終わりです。うまくすれば、カズハの爆発の初段でこれだけ削れます。また、ベネットの爆発で炎変化すれば氷アビスも削りやすいのですね。ちなみにこの編成は、カズハの枠の代打はありますが、カズハ以外は確定枠です。カズハの代わりを入れるなら、勝利、アルベド、スクロースなど他の風元素キャラという感じだね。続いてライデンハイパーキャリー編成。こちらは、ライデンに全員でバフを乗せて戦うという編成だね。一応ライデンのスキルの初段を敵に当てると、その後、ベネット爆発、カズハ爆発ってやると、雷元素を拡散しつつ、炎変化になります。それはちゃんと、雷バフできているのか？カズハの元素ダメージバフは拡散した元素にダメバフで、拡散するたびに裏からでもダメージバフ更新。だからカズハの爆発1発目で雷を拡散できていれば、雷元素ダメージバフはしっかり乗っています。ちなみに混同しやすいのがスクロースで、スクロースの貫突効果は、元素変化した元素へ、ダメージバフとなっております。今回の螺旋では12、1は結構厳しいのですが、ライデンが2突以上ならあんまり気にならないかな。最初のトリックフラワーの誘導さえできていれば、無突でもタイム自体は安定する。謎の戦うのがめんどくさい感あるけど、タイム自体は答えてくれているんだな。一応12、3では、生涯の水の蒸発に注意してください。かなり重くノックバックも浅いので、こちらものけぞらないので快適に殴りやすいですが、ベネットの爆発の炎付着を起点に敵に蒸発をさせられるとほぼ瀕死になります。ただ、12、1のトリックフラワーさえ我慢すれば、かなり快適な立ち回りが可能かなって感じ。続いてカズハナショナルです。こちらは、ベネット・シャンリン、ゆくあきのナショナルコアをカズハで運用します。優秀なサポーターだけで組むと、そりゃ強いよねって編成だね。タルタリア編成との違いとして、こちらは小回りが効きます。キャラチェンジガチャガチャしてれば勝手にダメージが出ているし、敵が複数ならば、カズハが CT 前に吸引もできたりするので、
うわ、中途半端な時間できちゃった、というのが起こりづらいですね。最強キャラだけの編成は伊達じゃない。続いてカズハの特権です。拡散できる元素であれば、単元素編成を組むことが可能。耐性を下げつつ、コンスタントにダメバフできるカズハの強みだな。スクロースも一応できるけど、爆発中とたまに元素変化うまくいかない時あるからね。水だと大体こんな感じですが。炎なら、クレイやディシア、一応ゴマなしならフータオにベネット、シャンリンを乗せる。雷なら、基本的にはライデンハイパーでいいような気はする。氷だと、神格、アヤカ、カンウみたいな、尖り切った編成もありますね。基本的には高級な編成や、強いキャラを固めることが多くなるので、趣味の範囲なことも多いかな。ただ、編成としては強いキャラ積むので、無凸でも実際はそこまで弱い編成にもなりづらい感じはある。同元素に、カズハ、ホカイチくらいの編成にするのもかなりありですね。ちなみに裏で流れてるうちのココミ破壊服か熟知しかビルドできないようになってるので、ココミ自体は本当に回復が欲しいから入れてるだけですが、ココミのダメージを伸ばすのにも一役買ってくれます。集団戦だと同じ色の数字がいっぱい出てくるのは気持ちいいね。12-1前半だけとかでしたら、ヒーラーなしでやると爆発力がかなり上がります。続いて今をときめく激化編成。草枠210術、ヨーヨ、キララの誰かを入れて、2枠はフィッシュル、国星、八重、北斗など。雷2にして、雷側でダメージを出す編成。ナヒーダも候補ではあるけど、白術やキララが実装された今、ローテーション次第で雷拡散がぐだるぐらいならもう抜いていい気がします。いかに頭を使わず、簡単に雷拡散をするかを考えるなら、個人的には無理にナヒーダを入れる必要はないかなと。ただ、きっちりローテーションを組めばダメージ上限がさすがに伸びるので、ガチ勢の方とかは、ナヒーダ入りを引き続き使えばいいと思う。自分みたいに適当にガチャガチャしたい人は、かなり十分すぎるダメージを出してくれます。草枠はやっぱり中段耐性をつけられる、キララや白術が使いやすいな。聖剣とかあるなら、キララのシールドもかなり硬くなっていいね。あとはキララ貫突ならダメバフも供給するので、珍しくまともな星4キャラ実装だったね。なお、貫突する頃にはフォンテーヌキャラだいぶ出てそうな模様。もちろんシールド自体は無凸でも硬いので、ダメバフを求めなければ十分ですけどね。白術といい、キララといい、終盤に超激化編成に強化が来るとはね。ということで、今回はカズハの編成についてでした。ぜひとも、参考にしてもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。